ようございます。ただいま7時30分、今日の朝食はこちらです。鮭はアスタキサンチンが含まれているので筋肉の、機能を高めてくれます。朝食べるようにしてます。今クラブハウスに着きました。これから練習行ってきます。頑張ってきます。今日のお昼ご飯です。明日が試合なので糖とビタミン B1、 そしてクエン酸を取るように意識してます。サポーターにもらったコーヒーは入れます。先ほど行ったコーヒー豆をドリップしていきます。サポーターからもらったコーヒー美味しいです。木が大好きなゆめちゃんです。はい、次は、あらららら、はいはいはい、ちょっとあんま多くなんないよ。今読んでる本はマインドセットやればできるの研究という本を読んでいます。まあアスリートは結構こう完璧主義者みたいなのが多いので、まあそういったね、こう一度失敗してしまったら立ち直れない、まあ、メンタルというか、そういったマインド、まあ、硬直マインドセットって言ったりするんですけど、まあそれよりかはこうしなやかに、より柔軟に、なんかこう失敗から何を学べるかみたいな、まあこう思考
の方がいいよというような本を読んでいます。試合前日の夜ご飯です。はい、今日は自分のオンラインサロンに、スポーツの価値と価値について、投稿したいと思ってます。本日はですね、ちょっと試合の振り返りと、今週の学びについてだったりとか、あとは最近思うこと、そして開幕に向けて、浅川氏と、それの詳細をね、ちょっとまたいろいろとお話しさせていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。これについて。23時にダメなんで就寝します。おやすみなさい。バイバイ。皆さん、僕の一日楽しんでくれましたか？いよいよ3月14日から僕たちの所属する J3 リーグが開幕します。たくさんの、サポーターの皆さん、ぜひスタジアムまで足を運んできてください。待ってます。